こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、脱おじさん大人の春コーデベスト3というテーマでお届けをしたいと思います。 はい、ということでね、今年ってちょっと暖かくなるタイミング早くないですか僕の体感だとなんかいつもよりも1ヶ月ぐらい早く春が訪れた感覚があるんですね。まあそうなるとなんか何着ようかなって逆に迷っちゃうんですよね。春のコート着ようかなとか、短い丈のアウターでいいのかなとか、いやカーディガンとかシャツとかのスタイルもいけるかなとか、結構ですね、頭の中がごちゃごちゃになってる状態なので、まあ今回はですね、大人の春コーデということで 具体的に3つ考えてみました。それぞれ個性が異なるスタイリングになってますので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもですね、お手持ちのもので表現してみたいだとか、まあ、足りないものがあったらですね、一部変え足しながら、今回のようなスタイルをですね、実践していただきたいなと思っています。まあ、僕のチャンネルのコンセプトとしましては、まあ、ある程度ベーシックを軸足にしながら、その中にトレンド感だとか、ちょっとしたアクセントを加えながら、まあ、脱普通というところをですね、目指していくところがあるので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもですね、今回動画を参考にしながら、 春の着こなし存分に楽しんでいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説していますのでまだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい。ということで、脱おじさん春コーデ一つ目のコーディネートから皆さんに解説したいなと思ってるんですが、まずはですね、青と白をベースにしたような清涼感のある着こなしですね。これから行ってみたいなと思います。一番上に着ているこちらですね。先日も動画の中で解説をしました、無印良品のデニムのシャツアウターですね。 これがまた優秀なんですよ。非常に使い勝手が良くて、僕も日頃から活用しているんですが、まあ、デニムのいわゆる G ジャンに比べると、丈がですね、長いんですね。お尻がすっぽいと隠れるぐらいの長さがあるので、一定の綺麗さがありつつ、ロング丈のコートだとそろそろ暑いかなという場合なんかにも、このような長すぎない丈感のアウターっていうのは、すごくあると便利なんですね。しかも価格4990円で、 コスパも最強ということで、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもチェックしていただきたいなと思うんですが、 これをメインに持ってきながら、内側にはですね、これ、ブルー系のバンドカラーシャツを着てみました。まあ、春のトップスっていろんな選択肢があるんですけど、僕はどうしてもですね、バンドカラーシャツ愛好家なので、まあ、様々な色を所有しているわけなんですが、デニムのインディゴブルーと合わせるような形で、少し淡いブルーのシャツを今回は合わせてみました。まあ、グラデーションが上半身で出来上がって、そしてボトムスですよね。まあ、今年の春、皆さんにご利用ししていきたい のはですね、僕はホワイト系のパンツだなと思うんですね。 僕の中では結構代名詞的なアイテムで初めて本を出版した7年ぐらい前ですかねその頃からずっと白パンをですね推奨してきたんですが今年はかなり旬なタイミングはまたやってきたかなと思いますただかつてご紹介してたようなタイトな白パンじゃなくてちょっとゆとりがあった方が今の雰囲気だとかトレンド感には合ってるかなと思いますかといって太すぎるとまた大人世代の方には ちょっとこれは難しいんだよなと思っちゃうんですよね。なのでおすすめなのがユニクロのデニムワークパンツですね。これが使い勝手めちゃくちゃいいんですよ。価格も今セールになってるので、これ皆さんぜひゲットしていただきたいなと思うんですが、シルエットが太すぎず、かといって細すぎないというような適度なバランスなんですね。 このようなシルエットもの探そうと思ってもなかなか見つからないです。しかも理念がミックスされているので適度にシワ感があるんですね。これがですね、小綺麗に見えすぎなくていいんですよ。白パンって結構嫌いな方も多くてその多くの意見としてはなんか綺麗すぎたりコンサバすぎたりなんか膝っぽく見えるという意見があったりするんですね。まあそういった部分を払拭するためにはある程度の太さがあることですね。 タイトになりすぎないことと、こういった適度なシワ感があったりだとか、真っ白すぎないっていうことも大事だったりするんですが、これ、色がナチュラルカラーということで、ホワイトよりも少しですね、色が真っ白すぎないのが良い点かなと思います。まあ、こういったものを合わせて、ブルーとホワイトで基本的には着こなしを構成しています。で、足元はですね、白パンにはグレーのニューバランスが一番合うというのが、僕の中では確実にありまして、今回はニューバランスカラーとして一番の定番で あるグレーをですね合わせてみましたもちなんだったら白のレザースニーカーとかでパンツも靴も両方白っていうのもこれまた合うんですね意外とやってみると不思議なんですがこの着こなしも悪くないんですがブラックほどパキッとコントラストを高めないし白のスニーカーで合わせるほどの難易度が高くもないっていうのがこういったグレー系の靴との組み合わせかなと思います白とグレーというのは同じモノトーン系なので相性が 黒ほどでですすすねコンントトララススが強くくくくななならいいのですごくバランスよく収ままってくるかなと思います、まあ、このような着こなしだったら、すごく爽やかで、大人の男性がしても、おじさん感が出ないかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんにもですね、トライしていただきたいなと思います。白パンというのは、若い頃はちょっと気恥ずかしさがあったかもしれないですが、意外と年を重ねた今だからこそ、清潔感があって、似合いやすいアイテムだったりするので、ぜひ皆さん、まずはユニクロからトライしてみるというのを、 のが大事だと思うんですねいきなりセレクトショップのオリジナルだと高すぎるなという方もユニクロのパンツでガンガン汚れを気にせつ開くのもいいかなと思うのでぜひこの着こなしもトライをしていただければなと思っていますはい続いて2つ目の着こなしなんですがこれまたですねかなり再現がしやすいかなと思うんですねベースはかなりシンプルなんですが一番内側に着てるやつですねこれはバンドカラーシャツですね 今日着てるのはビューティアンドユースで去年買った白のバンドカラーシャツなんですがこれはユニクロのですねエクストラファインコットンのオーバーサイズスタンドカラーシャツこれでいいです今日僕はですねクリーニングに行ってしまっているのでまあこちらを使っているわけなんですがまずは内側はこういった白系のバンドカラーシャツでなるべくですねシンプルにしてボトムスもですねブラックですねこれは僕のチャンネルの公式パンツと言ってもいいぐらいですねまあ大人の男性にはこれかなり使いやすい すすいと思うんででがグリーーンンレベルルのオルマイージーパンツですねこのブラックのシルエットはよくできてますよね。太すぎず細すぎずというところでスマートに見えるんだけども、細すぎるのもちょっと気分じゃないかなという方には使い勝手抜群にいいと思いますね。これを合わせて、まあ、かなりオーソドックスな内側ですね。で、靴に関してもジャーマントレーナーなので、まあ、本当にドベーシックって感じなんですけども、それだけだとやっぱり退屈なんですよ。これにネイビーだとかブラックのカーディガン羽織ったら、 なんかつまんないよねというところで、ここですね。アクセントを一個こう。 ズドンと持ってくるのがですね、いいなと思ってまして、まあ僕が今着てるのはこちらですね。これまたグリーンレーベルのカーディガンですね。先日のコラボ動画でご紹介しましたが、この差し色ですね。これを着かせることで退屈になりがちな着こなしに一つアクセントを加えてあげると、大人の着こなしとしても成立しやすいかなと思っています。このような綺麗なグリーン系のカーディガンというのは、清潔感だとか小綺麗さにも繋がったですので、大人世代には持っておくとすごく便利かなと思うんですね。 昨年はですねこのような立ち位置のもののののののももライイトブルーーののを着ていたたんでですすがが今期は結構グリーン系のアイテムが多かったですので、まあ、この辺りのカーディガンで今年っぽさだとか清涼感だとか綺麗な色の雰囲気を出してあげると割と奥さんですとか彼女さんから褒められる機会も多いかなと思います男性が大好きな色選びというよりは結構好印象につながりやすいような差し用になるかなと思うのでぜひ皆さんもですねカーディガンから綺麗な色を取り入れていただきたいなと思いますなかなか ですねアウターで綺麗な色いくのって難しいんですよねロングコートだとかまあ、ショートだけのアウターに関してもまあ、できればベーシックで使いやすいようなブラックネイビー、ラークグレーこの辺りの選択肢が増えるしまあ、ちょっと攻めてもベージュだとかオリーブ系までがですね多くの方の選択する範囲かなと思うんですねアウターで攻めてしまうとどうしてもですね印象が強いのでまたあれ着てるなーって感じになってしまうのでまあ、このようなカーディガンだとかニット系で色物を使ってあげると 意外と単価も抑えられるし良いかなと思いますぜひ皆さんもですねきれい色のカーディガンを取り入れながらベーシックな着こなしの中に1点だけ差し色を加えて春のコーディネートを楽しんでいただければなと思っていますはい続いてラスト3点目の着こなしなんですがこれはですねアウトドアミックスシティコーデとですね個人的には名付けているわけなんですがまず欠かせないのはこれですね先日もご紹介したノースフェイスの コンパクトジャケットってやつですね。これがですね、かなり使い勝手が良くて、まあ、すでに多くの方に来ていただいているようなアイテムなのかなと思います。まあ、最近いろんなセレクトショップ回ってると、意外とこれ見かけることも増えました。近年のノースフェイスの中で、最もですね、待ち着として活用しやすいようなモデルかなと思ってるんですね。サイズ感が少しゆとりがあって、今僕が着てるの M サイズなんですけども、ちょっと緩めの感じがですね、個人的には、普段着としても活用しやすいポイントなのかなと 思いますこのような、ちょっとこう、スポーティー、アウトドアの雰囲気が漂うようなアイテムというのは、ちょっと小綺麗な感じとミックスしてあげた方が、大人の男性には似合いやすいかなと思うんですね。まあ、特に40代以上の男性であれば、内側は僕はですね、まあ、ロン t とかでも悪くはないんですけども、あえてシャツをぶつけるのが好きで、今着てるのはですね、まあ、さっきも着てましたが、バンドカラーが大好きなんですね。これは僕のとこで作っている、ストライプのバンドカラーシャツですね。まあ、こういったもので、ちょっと縦な 長のシルルエットトだとか、まあ、ストライプが持つカジュアル感を足してあげるというようよな形で、内側に合わせてみましたでボトムスに関してはこれね、グレーが結構使いやすいんですね。ブラックのアウターに対してグレーのボトムスということで、まあ、モノトーンで合わせてあげるというのは収まりがいいんですね。まあ、去年ぐらいだとここにまたブラックのパンツ持ってきたりしたんですが、それよりは少し明るさを出すためにも、ダークグレーぐらいを合わせてあげると、重たすぎないんじゃないのかなと思います。ちなみにこれ、グリーンレベルの プレイパンツというやつですね。先ほどのオルマイージーパンツに比べるとちょっとゆとりがあるんですよね。僕このシュレット大好きで、個人的にはこれぐらいゆとりがあった方が安心感がありますね。で、こういったパンツって、もも周りにもゆとりがあって、裾幅ですね。ここの幅も割と太さがあるので、今履いてるようなニューバランスのちょっとぽってりとしたスニーカーとの相性もいいんですね。この裾幅が狭いと意外とですね、ニューバランス履いた時に収まりが良くなかったりするんですね。 ですので、これぐらいのゆとりがあるパンツの方が、今トレンド感のあるニューバランスですね。こういったものにも相性が良くなってくるかなと思います。今回はですね、ベージュ系のニューバランスを合わせまして、ちょっと柔らかめの雰囲気を作ってみました。まあ、スポーティーな着こなしだからこそ、所々ですね、綺麗な印象ですね。こういったストライプのバンドカラーシャツ、カジュアルさと綺麗さが同居してるアイテムですね。まあ、グレーのパンツというのも、デニムだとかチノパに比べると小綺麗に見えるので、全身がカジュアルな方向に触れすぎないように、 に、バランスをとっていただければ、大人の着こなしとしても成立しやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。 いやー、いかがでしたでしょうか、皆さん。今回の動画では、脱おじさん、大人の春コーデ、参戦というテーマでお届けをしました。アウターの雰囲気を結構大きく変えるようにしたんですね。丈がそんなに長くないですね、アウターだけは今回多くて、シャツアウター系ですとか、あとはカーディガンですとか、まあ、さらにはナイロンジャケットですね。このあたりがあれば、結構様々なコーディネートが組めるかなと思うんですね。ま、ぜひ皆さん、お手持ちのものをそれぞれ違うと思うんですね。基本的に皆さんの持ってるものの中で、 ようななテイストのものもを組み合わせながらまたはカスタムしながら今回のですねあ、これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けて、メンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説したいなと思ってるんですが、まあ、もうちょっとなんか中級者向けの動画がないのと思っている方もいらっしゃるかなと思うんですね。まあ、そういう方のために、YouTube のメンバーシップチャンネルというのをですね、こちらとはまた別でやっています。そちらの方では、主にですね、セレクトショップのオリジナルです とかかドドメスティックブランドですかちょっとツーなブランドをですね、中心に解説をしています。週にオリジナルの動画をですね、3本出していまして、それ以外にですね、1本はライブ配信もやってるんですね。今日もですね、この後ライブ配信するわけなんですけども、皆さんからのご質問に直接その場でお答えするような形で、かなりワイワイと楽しくやっていますので、気になる方は概要欄からチェックしていただきたいなと思っています。また、そんなにゆっくり動画を見てる時間ないんだけどという方のためにですね、オンライン サロンっってていいうものもののやっていますそちらの方ででは文章と写真ベースでこんなアイテムが今おすすめですよとか、まあこういった着こなしの仕方がありますよというのをですね、どんどん解説をしているようなそんな場所になっています。僕の方でも1日2回ぐらい記事を書いていまして、僕以外のスタイリストの方だとか、あとはですね、参加者の皆さんもですね、記事を書くことができるので、まあ1日の中で本当に様々な記事ですね。だいたい1個の記事あたり1、2分で読めるような分量になってますので、こちらも気になる方は概要欄からチェック をしていただきたいなと思っています以上スタイリストさん大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに